これからご紹介する作品は、アゴパンがアクリル画の絵画で描いた現代アートの作品です。タイトルは、かくれんぼです。今回は、額装する前の裸の状態で撮影しています。朝顔のジャングルの中をパンダと赤鬼がかくれんぼをして遊んでいる現代アートの絵画です。ツバメに乗ってパンダを探している赤鬼や金魚に捕まって隠れているパンダなど、見ているだけで楽しい現代アートの絵画です。アゴパンの現代アートの絵画はついにパンダのふるさと中国に上陸を果たしました。2011年から取引を始めた会社が北京にギャラリーをオープンして、そのオープン記念として送った数点の作品がすぐに完売したそうです。ある程度予想はしていましたが、アゴパンの現代アートの絵画は中国でも大反響を起こしそうです。アゴパンのコレクターやファンの方にはもちろん、新しい現代アーティストをお探しの方にぜひお勧めしたいアクリル画の絵画です。